キチャンネル。ちょ、金曜日、ソチェック。はい、のお時間でございます。これもうね、試合も終盤になってきて、どこが優勝するか、というね、ところになってきてますけどもね、この終盤のクソ忙しい時にですよ、プロ野球ね。なんと里崎が朝からクソ忙しくなるスケジュール。ということで、ちょっと見れる範囲が限られて、ちょっと全部なかなか見れなくてですね。まあ、ちょこちょこ見てるんで、まあ、球場にはね、毎日行ってるんで、試合は見てるんですけど、ちょっと全部っていうのはね、なかなかちょっと追い切られなくて、月曜日はね、ちょっと月曜日は見ないんですよね。で、火曜日はね、朝から、佐々木智也、千葉テレビ、ゴルフ直球勝負。ね、日曜日、番組やってますから、千葉テレビ。それの朝から収録して、日刊スポーツの評論。で、水曜日はですね、村上が55号打ったっていうところで、朝ですね、目覚まし8、ね、前日の夜中、電話がかかってきてですね、出演することになってですね、その後、すぐに墓場さんと、YouTube、大型企画、ね、1日に撮影11本撮りました、っていうのが入ってですね、で、その夜、墓場さんと水曜日ね、プロ野球ニュースに行ってですね、一緒に。で、プロ野球ニュース出ると。で、木曜日、ね、朝から、9時からですね、公演が、ありましてですね。で、講演を、してからですね、千葉テレビの解説に行くと。始球式、千葉商科大学のさせてもらいましたけども。っていう。で、今日、今金曜日です。ちょっと難しかったです。全部見るの。でもね、その中からしっかりね、追いかけていきましたので、できる範囲でチェックしていきたいと思います。はい。まずは12日月曜日ですね。阪神中日、6対2、ね、阪神の勝ち。で、DeNA ヤクルト、7対1で DeNA の勝ち。で、パリーグ、ロッテ日本ハム、3対0でロッテの勝ち。で、ソフトバンク7対5で勝ち。で、楽天オリックス8対2で、勝ちということでね。こういう試合になります。この日はね、ロッテ日本ハム解説に行きましたけども、鈴木翔太ね、グッピッチ。まあ今年ね、苦しみながらっていうところで、まあ今季初勝利になりましたけども、本当にね、もう初回から、飛ばしていって、もう短いイニングになってもいいというところのね、ピッチングに見えましたけども、インコースのね、ストレートも本当にね、急角度で決まってて、もう特に立ち上がりほぼストレートしか投げなくてね、でも150キロ出るね、まあ、140キロ後半から150キロっていうところのね、ストレートで、日本ハム打線もね、それを仕留めきれず、ぐいぐいって、そこからのスライダー、チェンジアップっていうところでは、非常にね、素晴らしいピッチング。このピッチングをね、継続してできれば面白いと思いますけど、これがね、今後どうなるのか、非常に素晴らしかったなと。で、日本ハム先発ね、加藤ね、ちょっとね、肩の開きがね、若干早かったかなと。その分ね、ちょっと球離れが早くなって、加藤にしては、ちょっと制球のバランスが崩れなかったかなと。でもその中でね、しっかり3失点で収めて、まああとね、規定投球回あるので、この回もね、8回まで、ずっと投げてね、まあこうチームとして規定投球回活かせようっていうところで、まああと2回は投げるでしょうからね、何もなければね、規定投球回いけるでしょう。で、この日もね、結局ね、ロッテの攻撃はね、もうここに限ってる。ね、それ何かっていうと、荻野貴部。このね、もうずっと言ってますけど、この1、2番次第っていうね、ところもある中で、ね、初回、荻野がね、いきなりスリーベース。で、高部がね、センター前タイムリーヒットで1点取って、で、3回も、荻野フォアボール。で、高部ライト前ヒットで中村が犠牲フライ。で、4回も、ね、茶谷がツーベース打って、荻野アウトなるけども、その茶谷がね、タイムリーヒットっていうところで、この1、2、9とかね、躍動して、しっかり3得点。まあ、もっとね、中軸が、打てればっていうところもあるけどもね、しっかりこういったところで得点取れたのは大きかったかなと。ね、佐々木が命名しました。おぎべコンビです。なんか、おぎたかって呼ばれてるらしいんだけど、おぎたかって、おぎのたかし、もともとおぎたかって言われてたから。で、それちょっと、だから、おぎべと、ちゃーおぎ、9番以上。ね、どうでしょう、皆さんね。まあ、しっかりね、勝ち切ったからと。で、月曜日ちょっと他の試合ね、見てないんで、朝からちょっとゴルフのね、収録行ったらなかなか見えないっていうね。で、火曜日、ね、今日のチェックは横並びじゃなくて、毎日の中でやっていきます。はい。で、ヤクルト巨人、7対9で、巨人の勝ちっていうところでね、もう、この日はね、村神様様ですよ。ね。本当に、ヤクルトはね、初回塩見のね、レフトスタンドホームラン。だからこう、菅野がね、最近良かったけどね、この日7回116球、6安打6三振、1四球4失点と。で、村上にもいいところね、投げ切ったんだけど、そこをね、攻略されたっていうところでね、はありますけども、この試合ね、巨人がね、勝ったんだ。しっかりね、村上は打ったけどね、巨人が勝ったっていう試合でした。でね、巨人も一発攻勢。2回はね、岡本の、左中間のホームラン。で、4回ね、また岡本ホームラン打って、ウォーカーバックスクリーンと。
で、5回、丸がね、センター前タイムリー打って、中田がね、スリーランと。で、まあ、ここでね、しっかりパンパンとホームラン打って、まあ、この8回のね、丸がライト前タイムリーヒット、これがね、この1点大きかったね、終盤のことを考えれば。で、9回もね、ワンアウト3塁からフィールダーチョイスでね、1点っていうところでね、まあ、一発構成、ちょっと石川ね、ちょっと高かったね、全体的に。4回3分の1で79、9アンダー、三振0、四球0、6失点と。まあ、フォアボール出せなかったっていうところはね、さすがだなっていうところはありますけども、若干ね、変化球、投球とも高くて、そこを仕留められたかなと。で、村上はね、4回のホームラン。で、9回にね、スリーラン。9回のところね、淡々と55号打る。これはね、村上がね、やっぱりね、キャプテンとしての資質。まあ、キャプテンじゃないけどね、資質がね、あるところだね。やっぱりね、嬉しいと。ね。でも、チームが負けてると。って言ったところでね、ああいう淡々と姿になる。ね。個人の記録ももちろん嬉しい。でも、チームの勝ちを優先してる。そういう姿がね、ホームラン打った後の、このダイヤモンドを一周するね、姿に、見えた。と思います。まあ、でもね、6回にね、1点、まあ、エラーがだけどね、で、まだ、7回に塩見のホームランでね、この追い上げていくっていうところにはね、やっぱヤクルトのね、強さをね、感じるところはありましたけども、結果ね、9対7で巨人の勝ちでした。続いて中日対 DeNA ね、0対1で、DeNA の勝ちっていうところでね、まあ、高橋宏斗はね、相変わらず素晴らしいピッチング、1安打だからね、1安打負けだからね、7回114球、1安打93、2球1失点、グッピッチング、もう言うしかない。これで勝てない、もうね、それはもうかわいそう。でもDeNA もね、ガゼルバ、7回99球、3安打4三振、1球1デッドボール無失点と。まあ、この時期に初対戦は、まあなかなか難しい。慣れないっていうところもあるし、しかもガゼルマンがね、ストライク先行で、どんどんね、ボールを動かしながら勝負してきたっていうところで、こう、アジャストする前に終わっちゃったっていうところでね、まあこれはね、こう、初対戦の泣きところっていうね、ところだったけども、まあその中でね、もう DeNA もだって1安打しか打ってないからね、その1安打打ったのがどこかっていうと、7回表ね、先頭関根のライトへのツーベース。このヒットだけです。で、佐野がね、セカンドゴロ、進塁打。こういうところはね、佐野。しっかりやるっていうね。で、牧一塁空いてるから敬遠されて、ワンアウト一塁三塁からね、不調の宮崎と勝負っていうね。で、サードゴロ飛んだと、内野はね、ゲッツー体制と、ね、言った時に、安倍が、一回ホーム見て、セカンド見て、ホームで迷ってね、フィールダーチョイスで行って、バーッと。でもこれね、俺の考察では、ホーム投げようって多分思ったんだよ、安倍。でもね、キャッチャーのね、木下がね、一瞬ホームベースに入るのを遅れたんだよね。で、ランナーと被ったと思うの。これ入るのが遅れて。で、あ、ちょっと無理かもって言って、セカンド投げたけど、あ、ゲッツー無理かも。あ、ホーム、終わりみたいなね。ところもあったんで、迷ったね。だからもう、あそこはもうね、判断だからね、仕方ないけど、バッツその1点だからね、なんとも、ね、っていう試合。で、中日としてはね、2回、5回、8回、ここ無得点痛かった。2回のね、ワンアウト1、2から、溝脇ね、辻田が、得点できず。で、5回。先頭ね、アレルマルチェンスセンター前ヒット。で、水脇送りバント。で、土田ね、ファーストライナー、マルチェンス飛び出してしまう。バーッと。なぜにっていうね。で、8回。先頭水脇で、レフトでツーベース。で、土田送りバント決めて、ここから代打三好。ね、サードゴロ。加藤翔平ね、本塁突っ込んでくるけども、アウトっていうね。で、小林の時ね、三好盗塁と。で、ここでね、牽制アウトと。バーッと。走塁ミス多い。チャンス潰す。一体。それも仕方ない。はい。ミスです。で続いて、阪神対広島、3対6でね、広島の勝ちっていうところで、この、松本ね、今年非常にね、ルーキーながら頑張ってるなと。まあ、防御率ね、4.04、ちょっと高いけども、ここまでね、しっかり44試合に登板してね、このピッチングっていうところではね、一軍の、ピッチャーとしてね、ルーキー非常に頑張って、ピッチング。で、この日ね、三勝目を挙げるっていうね、ところで粘りのピッチング。で、まあ、青柳がやっぱりね、この1ヶ月半ぐらい、6登板かぐらい勝ってないっていうところで、若干疲れてきたかな。このストレートのキレっていうところが、まあ、シンカー、ね、シンカー、カーブ、スライダーっていうところがね、メイン。ね、渡辺俊ちゃんと一緒だからメインのピッチングだから、そのね、シンカーをやっぱ打たれるとね、なかなか苦しい。だから俊ちゃんもそこを打たれるとなかなか苦しかったね。だからそこにね、キレがないのかなっていうようなね、感じはしますけどもね、広島はね、まああとは初回、4回ね、中野のエラーっていうね、このエラーとかもね、出てくるっていうところがね、なかなかね、阪神とは苦しかったけど、まあカープはね、もう3位に行くためには阪神戦負けれないっていうところではね、この勝負、いい勝ち方。で、パリーグはね、ロッテ対噂。この前3対11っていうね、いい形でね、1、2回ロッテは先制したけども、4回、5回と、清宮、グッペっていうね、
ホームランで一発攻勢でやられるっていうね。で、楽天対オリックスはね、3対3の引き分けっていうところだったけども、まあね、吉田がポンポンと2本ホームラン打ってね、いや、このままの流れでいくかっていうところでね、浅村の7回裏ね、スリーラン、ドーンって言ってね。で、オリックスはね、5安打だったから、なかなか厳しかったけども、まあこのね、あとはリリーフ陣がね、踏ん張ったかなっていうところはあるけども、まあ楽天はね、結構ランダー出すけども、最終回もね、2アウト満塁からっていうね、さよなら、できなかったし、11回もね、2アウト1、2塁からっていうね、もうこの、で、延長戦ね、全部ランナー出すけどもね、得点できなかった。楽天としては勝ち越したかった。まあ、オリックスはよく踏ん張ったかなっていうね、試合展開でしたね。で、ソフトバンクね、西武っていうところで、まあこれね、結果的に西武はね、ソフトバンクとカード3連敗するんだけども、この2戦目のね、高橋コーナーでね、負けたのは痛かったかなっていうね。で、この試合ね、ソフトバンクは、奥村が先発して3イニングね。その後森がね、まあ森がね、来季先発転向するかっていうところでね、まあ藤本監督も本人の意思を尊重したいっていうところでね、確認すると任されたところでやりますっていうところでね、この3回非常にね、森、グッピッチング。まあまっすぐカット、カーブ、ナックルカーブ、フォーク、ツーシームと、いろんな球種を使いながら、まあどっちかっていうとね、守護神の時は力投派で力でガーっていくタイプだったけども、この辺はね、もちろん全力で投げてるんだけども、非常にバランスよくね、フォームのね、いい感じが出てた。だからオリックスのね、いた、日本ハム、松田のように、抑えの時はガーっていくけども、なんか先発になるとね、フォーム安定して、あれ結構いい感じのフォームするじゃんっていうね、ところでは非常にね、森、いいピッチングになって、で攻撃面でもね、もうこれ、セーブはね、全部ね、フォアボールでやられてんのよ。この4回も、2アウトからね、柳田デスパイのフォアボール、連続ね、っていうところで、まあ一発打つのがこの2人だからね、そこで一発警戒すぎてフォアボールになって、ね、高橋としたら相性の悪い中村晃にセンター前タイムリーヒットを打たれる。で、5回も先頭柳町フォアボール出して、回送りバンド。で、シュートがね、タイムリーツーベースっていうね。で、まあ3塁乗らってアウトだけど、まあここはね、思い切っていってよかったかなと。で、7回も、ピッチャー水上に変わってね、先頭柳町フォアボール。で、回バンド。で、シュートがまたライトへ。で、今度はスリーベースを打って。で、その後ね、三森が犠牲フライっていうところで2点取って。で、5回もね、先頭柳田デッドボール。で、デスパイネね、フォアボール。で、もう最後ね、送りバント。ね。ほんで、中村のね、バントして、で、佐々木フィルダー消失っていうね。でも、このバン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 バーンってね、こしってっていうね。で、結果9対0っていうね。ところでは、もう、フォアボールからっていうね、最悪の試合展開。これ、高橋コーナーで勝ちきれなかったのはね、痛かった。で、西武の攻撃はね、2回、源田がね、ツーベース打つんだよね。で、そこで森がね、送りバント。これ、なんか、辻監督曰く本人がね、勝手にしたっていうところで、ちょっと消極的だね。で、その後山川をね、ツーシーム結構いいところ来てね、詰まってサードゴロ、源田がね、ゴロゴロで突っ込んでね、アウトになるんだけども、もう勝負手だったら、ギャンブルスタート結果なんだけどもね、良かったかなっていうところもあるけども、まあね、ちょっとフォアボールからの失点。これはね、ちょっとチームとしては痛かった。っていうね、展開ですね。で、14日水曜日の試合。こちらね、プロ野球ニュースで4試合ね、見ましたけど、佐々木のね、担当ゲームはですね、ソフトバンク対西武だったんですけどね。まあ、これでね、ソフトバンクが、まあ、全勝して一気にね、マジック点灯かっていうところでね、まあ、木曜日にね、マジック点灯するんだけども、この日もね、隅田ね、初回、全体的に高くて、もうね、シュート三森ね、初球ポンポンって打って、今宮バンドして、で、柳田デッドボール、で、デスパイにはね、高めの、抜けてくる変化球打って、で、牧原ね、で、まさき、中村とポンポンポンでゴシって、これ痛かったね。もう、隅田ここだけなんだよ。その後ね、2回以降立ち残って、まあ7回112球、8安打7三振、1四球、1デッドボール、5失点と。本当にね、2回以降は変化球も低めに決まって、緩急もついて、非常にね、初回とは見違えるほどの素晴らしいピッチングだったんだけども、この初回の5失点何か痛かったね。まあこれでルーキー初の10連敗っていうところになるんだけども、まあこれもイケケンだね。来年に向けて、まあ頑張っていくしかないっていうところとな、ね、2回目以降崩れなかったっていうところは評価してもいいんじゃないでしょうか。で、西武はね、まあ、4回に栗山のね、タイムリーヒットっていうところで1点取るけども、まあ初回のね、5点がやっぱ大きかったなっていうところで、西武はね、3連敗。だから投手陣がね、早めに崩れて、もしくはフォアボールかなっていうところがね、この3連戦痛かったし、ソフトバンクの3連勝はね、大きかったんじゃないでしょうか。で、ロッテ対ね、日本ハムは佐々木朗希ね、8対1でロッテの勝ちっていうね。で、先頭打者ホームラン、木村ガーンって打った時どうなのかっていう、って思ったんだけども、まあ、佐々木ね、5回58球、4安打6三振、無四球1失点で降板。まあ、やっぱりもう疲れてるっていうところで、まあ、ここでね、思うのが来季に向けて、疲れて休む。これはまあもちろんだけども、疲れない体にするっていうね、この、すべての能力アップっていうのをオフ含めて休まないでちょっとやらなきゃいけないね。別に投げるだけが練習じゃないからね。疲労を抜くために回復力がない、
ね、それ何もしなかったら、何もしなくて年重んでいくとともに、自然と身につくものじゃないからね。そういったところは、投げない練習っていうところのベースアップっていうのをちょっとしていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうね。まあ今のチームでもね、やってるかもわかんないけども、疲れたから休むだけじゃね、ちょっとなかなか難しいんじゃないのかなっていうところはあるけども、でもこの日ね、まあ確かにね、力感もなくね、ごわーっていかなかったんだけども、バランスはいいからね、シュート回転する球が少なくて、結果良かったんじゃないのかなっていうところはあるけどもね、まあしっかりね、まあこれで9勝目っていうところではね、悪いながらも、まあいいピッチングできたんじゃないのかっていうね。で、日本ハム先制するけどもね、その後続かず、5回ね、6回と、ロッテがね、どんどんどーんとね、点取るんだけども、結局ここもね、オギベーコンビがね、頑張るという。だそういったところではね、しっかり頑張れたかなと。あと、ここ、山口がデッドボール当たって怒ってね、年上の鈴木に。昔だったら、次の打席、ガーン行かれてるね。キャッチャー清水。まあまあまあ。優しいね。俺だったら、おい、なんやお前。舐めんなよ。みたいなね。お調子飲んだよ。みたいな感じでね。昔は、なったかもわかんないけど。みんな優しいね。っていうのは、率直に思いました。8対1でね、ロッテの勝ちです。はい。で、14日ね、中日対 DeNA っていうところで、中日はね、初回ね、阿部のダブルプレー崩れで先制するんだけども、ここね、もう一点パンパンって取りたかったところだけど、まあダブルプレー崩れ。DeNA としてはね、まあここね、1点でしのいでもよかったし、で、2回ね、不調の宮崎が、やっとツーラン、宮崎、ホームラン。これでね、ちょっと明るい兆し出たなっていうね、中でこのままね、DeNA 行くかっていう中で、5回の裏、石垣が、今度左中間のホームラン。でね、このね、勝負ポイントはね、6回裏、ね、先頭アベフォアボール。で、ビシエドがセンター前ヒット。で、ノーアウト一塁で、アリエル・マンティネスに代わって、代打ね、加藤翔平。送りバントを決めさす。で、ファースト空いてるから、辻田をね、敬遠。で、木下のところで、ピッチャー平田がね、ロメロから交代して、なんと押し出しのフォアボールっていうね、ところで、この1点で勝ち切るんだけども、もう、ドラゴンズとしたら、清水、ロドリゲス、マルティネス、このね、勝利の方程式3人のね、信頼感が厚いから、この6回に1点取れば、もう、最小失点差で、この1点で勝ち切れるっていうね、ベンチの判断の中、ね、ここも思い切って6回でね、代打出して、バントさせて、ね、なんとか1点だけでも取るっていうね、これ多分辻田そのままやってたらね、セーフティースクイーズとかどっかでやってきたかもしれないね。で、その中でね、押し出しっていうね。しかも平田もストレートのフォアボール。まあ、きついけどね。でもそこはもうリリーフの宿命としてやんなきゃいけない中で、ブルペンから出てきてストレートのフォアボールは、ちょっとね、っていうところはあるけども、まあ、満塁だからね。まあそこもきつさっていうのはあるけどもね。先頭から出てくるよりはね。まあでもその状況をね、作り上げたこの立浪采配っていうところでね。あとはこのリリーフ陣789の信頼度が高いっていうね、ところがね、この作戦に用いて。まあだから、こういったところが多分ね、落合さんの野球だったと思う。チーム打率最低の時に1点取れなかったら、もう何とかしか取って、後ろね、その1点差をね、進めるみたいな。落合さんといろいろ、解説の時に話とか聞いてると、多分こういうやり方だと思うんだよね。だからこれ非常にね、いい勝ち方だったと思う。で、阪神広島は6対5で阪神勝ちっていうところでね、広島はここね、2連勝したかったところでね、逆転負けっていうね。まあ、森下でね、勝ちたかったけど、この森下がね、打たれて、まあ、この日はね、梅野が躍動っていうところで、ワンパン、トキッ、トッ、って言ってね、あれ、危なかったね。よく取ったね。ストレートでワンパン、しかも外れてる、ピッチャー、バッと、投げなさい。キャッチャーかわいそうだよ。でも梅野もね、やっぱね、今年いろんな思いがありながら、ヒーローインタビューでも言ってたけどね、坂本平洋だったりね、なかなか結果も出ないところで、ちょっと意地のね、活躍を見たかなっていうね、梅野に、ビッグ、ね。これで勝ち切ったらもう阪神ね、3位死守っていうところ、A クラス死守っていう中ではね、この勝利は非常に大きかったかなっていうところがあります。はい。で、木曜日の試合はね、パリーグ3試合だけっていうところで、ロッテ対西武にね、解説行ってましたけども、この日はね、なんて言うと、ミマ、グッピチ。ね、7回95球、3打7三振、無四球無失点と、本当に素晴らしいピッチング。ちょっと悪くなるとね、アウトコース一辺となるけども、しっかり首振ってね、インコースの左バッターカットボールとかね、選択して、それ以降はね、松川もそれが分かってね、サイン出せたっていうところで、前半の首振りはね、非常に良かったかなと、思います。しかもね、インコース投げてしっかりアウトコースを生かすっていうね、低めの制球力、変化球の緩急、すべてにおいてね、完璧な、ピッチングだったと思います。まあ、本人としてはね、完封行きたかったところですけども、多分ベンチとしてはね、残り試合三輪をね中心としてっていうところでね早めのローテーションで詰めて投げさせたいからねもう疲れないように球数を抑えてねバーテンの状態で次進めるために完封よりも次の登板っていうね判断のもと、まあ、本人はね投げたかったっぽいけどねこの交代はまあ良かったと思います。でその中でね
まあこれやっぱり荻部コンビがね躍動っていうねところだったけども、この日はね安田です。はい、2回ね、安田がツーランホームラン、この2点でねかなりいい勢いに乗って、で3回もね、荻野のレフトにツーベースで、高部はね、フリー逃げ森バッとまたの下抜けてる。でこれでねノーアウト一三塁になって、で、中村デッドボールでノーアウト満塁から山内井上はねポップライ打って点入らないで、あれこれ点入らないとちょっと雰囲気悪いなっていうところでね、安田がセンターへのタイムリーヒットで2点、安田この2点もね大きかった。で4回はね、あの2アウト1塁から中村がセンターフライ打ったら鈴木翔平フライ落とすっていうね、バーッともうこれでね試合はね決まったね。あと平井はね状態悪かったね。なんか見ててもなんかストレート走ってないし、顔の表情もなんか暗いし、あの勢いないし、あのすぐあのプレート外して踏ん切りつかないしっていうね、3回53球6安打1三振1デッドボール4失点と、もう全体的に暗かったね。チームがもうどんよりしてきて、このあーみたいな、もうチーム全体的にエラーしてね、これでもセーブはねちょっとこう立て直していかないと4連敗本当ね、気づいたら B クラスってねあるような試合の感じ、本当優勝を狙っていくチームの試合としては、うんっていうような見えなかったね、この4連敗、ね、だったかなとセーブは思いますね。ロッテは逆ね、ここに来てやっぱり井上安田がねいい感じで出てて、でね、あの荻野高部が塁出て、でクリーンアップを返すっていうところね、非常にいい流れができて、で先発がね、まあ石川の時はねポンポンって打たれたけど、先発が試合作れさえすればねいい形の試合展開になってきてるんで、ね、これひょっとしたらね分からないような試合展開でしたね。で続いて、楽天対ソフトバンクね、ソフトバンクが7対3で勝ってマジック11がね、点灯しましたけど、この日のね和田なんか本人はねヒーローインタビューであんまり調子は良くなかったみたいなこと言ってたけども、5回93球4安打4三振1球無失点と非常に緩急もついて狙ったところに投げれてね、まあもちろん全部の感じっていうのはね前世紀にから比べると落ちてるかもわかんないけども、精度の素晴らしさ、クッピッチングすごいね。41歳ね、今年だから42歳になるのか、松坂世代だからね、そういったところでは非常にね、素晴らしいピッチングだったかなと。でその中でね、2回の表中村晃がねワンアウト満塁から犠牲フライ打って打って、でこの3回のね今宮タイムリーからの柳田のツイストみたいな感じでレフトへの、ツーランホームラン、この4対0、まあ、これでほぼ決まりかなっていうところでね、5回に、代打柳町のライトへのねヒットで、1点で岡島攻撃してねもう1点入るっていうところでね、まあ、この、6点目でねちょっと芝居決まったかなっていうね。でやっぱりね問題は、うんね、皆さんご存知のあそこですよ、初回ですよ、全てはね、初回山崎剛スリーベース打ってノーアウト三塁ね、鈴木大志のピッチャーゴロね、技取ってサード投げて落としだからセーフってなったら、ああ大の字でアウトって言ってね、バーッと初回1点取ってたら分かんなかったよっていうような状況の中ね、まあみんなに言われてるんで仕方ないけどね、まあそういったところをやっぱ集中力持ってね最後の最後までっていうね自分でねジャッジしないっていうところはね、もう基本中の基本、こういうのをね大事にしていかないと、楽天としてはこの一杯痛かったし、ソフトバンクはこの連勝はね非常に大きなね勝利になったんじゃないでしょうかね。はい、で最後にねこのオリックス対日本ハムね、あのサヨナラ勝ちっていうねこれよくね勝ち切った、しかもね日本ハム、あのオリックスはもう代打攻勢っていうところでね、でこの先制してね追いつかれたから、日本ハムはねこれ3回表ねワンアウト2、3塁から中島がタイムリーヒット打ってなおもワンアウト1、3塁で中島はね盗塁して2アウト2、3塁ね、になった時に万波近藤で1点取れなかった、これがね痛かったね結果とすれば。でね8回代打ね、西野が2アウト満塁からタイムリーヒット打って、あこれで勝ったかなと思ったらね9回ねワンアウト1、3塁の清宮の犠牲フライ、あのインコースね結構いいところ来たよ、低めに難しいところ、それをね、内から出してね、本当ね、ライトへの犠牲フライ。これはね、ナイスバッティング。犠牲フライだけどもね、非常に、あれ、詰まるところをね、しっかり打てたと。で、これ、このまま引き分けかなと思ったら、11回裏ね、ピッチャー堀が出てきて、大田がね、ツーベース。で、杉本三振。最悪進塁打打ちたかったね。で、ここで代打ね、佐野に代わって若月。ライトオーバー。さよなら、若月。ビッグ。この勝ちは、大きかったね、非常にね、そういったところでは今後ねの展開としては、まあ、日本ハムに負けたチームは本当ね落ちていくっていうことを考えればこの日ね非常にオリックスとしては、いい勝ち方、だったんじゃないでしょうかね。ということでね、まあ、全試合なキューッとまとめてね喋りましたけど、ここからがねサリンの本題です。はい、
ちょっと今後のね、ちょっと順位を考察していきましょうというところで、まあもうほぼほぼね、優勝はセリーグはね、ヤクルトじゃないかなと、マジック10、よっぽどのことがない限り、まあ万が一ヤクルトが負け越して80勝になったら7勝8敗、DeNA は14勝3敗、だから15勝2敗で上回れるんでね。だからそういう可能性もあるけども、ちょっと現実的には薄いので、まあこれはもうちょっとセリーグは優勝はよっぽどのことがない限り、ね、10連敗ぐらいヤクルトがしない限り、まあヤクルトの優勝かなと。ね。で、これクライマックスシリーズ争い。これもね、2位以上はもう DeNA が確定、ほぼ。DeNA が残り8勝9敗でいけば、もうどのチームもどんどん全勝してもなかなか難しいと。ね。現実的に5勝12敗ぐらいの71敗ラインだったら、ひょっとしたら阪神とかね、巨人が6勝2敗、9勝2敗でいけば、広島が8勝全勝でいけばいけるけども、これはまあちょっとね、もう2位以上も DeNA が確定かなと。じゃあ3位争い、ね、阪神、巨人、広島、中日っていうところで、まあ、阪神がね、圧倒的に有利。で、その中でね、もう、広島は自力のクライマックスシリーズがなくて、で、阪神は残り8試合でマジック8のクライマックスシリーズマジックがね、出てるんだけども、まあ、70勝ラインとして考えれば、阪神は残り5勝3敗で勝率5割で70勝。で、巨人は、8勝3敗で5割。で、広島は7勝1敗で5割。で、中日は13勝0敗で5割っていうところで、まあ、中日はもうちょっと可能性はあるけどね、ちょっともう厳しいかなと。この3つに限られたかなと。で、そうなってくると、70勝ラインで全員70勝するとですね、全チーム70勝、70敗、3引き分けで並ぶんだよね。で、勝率も並ぶ。そうなったらどうなるのかっていうと、セリーグの順位の決め方は、まあ一番は勝率順位。ね。で、これがもし一緒になったら、次はね、並んだ同士の勝率の高い方が勝ち。でもこれが阪神、巨人、広島が三つどもえで、この阪神は現状ね、巨人には勝ち越してるけども広島には負け越してる。で、残り試合考えてもこれが逆転されることはない。で、巨人は阪神には負け越してるけど広島には勝ち越してる。で、広島とも試合がないんで、これももう覆ることはない。で、広島は阪神に勝ち越してるんだけども巨人に負け越してるっていう三つどもえで並んでるのよ。で、そうなると次どうなるかっていう3番目、前年の順位になるの。前年の順位っていうと阪神2位、阪神3位、巨人で広島がその下だから同率になると阪神が一番上で、巨人が次、広島が最後ってなると、もう広島はもう同率が一緒じゃダメなんだよね。だから仮に70勝ラインで阪神が5勝3敗でいくと、広島は8戦全勝でいかないと上回れないんだよね。で、巨人は、と阪神はどっちが上かっていうと、巨人の方が対戦成績がいいから、巨人がもし8勝3敗だと、阪神は6勝2敗でいかなきゃいけないっていうところで考えると、まあ、ちょっと、まあ、可能性あるよ。だから、あと2回阪神はね、あと2回阪神ある、広島阪神戦あるから、そこのもう2連勝はね、もう絶対必須。これはもう絶対やらなきゃいけないっていうところを考えると、まあ、全部全体的な数字で言うと、阪神がね、5勝3敗で、いけたら、かなりね、近くなるなと。広島は結構ね、残り試合も少ないし、きついなと。だから、巨人もまだワンチャン、DeNA と6試合残してるからね、ここの戦い方っていうのはあるけども、巨人もワンチャン数字上いけるけど戦力的にどうなんやっていうところはあるね。だからやっぱり一番里崎的有利は阪神。で、巨人、広島っていう順番かな。流れ的にはね。でも巨人が11勝あるから自力があるっていうところでね、どうなるのかっていうね、ところはあるけども、まあ、70勝ラインと考えれば、巨人は8勝3敗でいるし、仮に巨人が8勝3敗すると、阪神は6勝2敗でいかなきゃいけない。で、仮にそうなると、広島は8戦全勝でいかなきゃいけないっていうね、ところになってきます。皆さん、どうですか？クライマックスシリーズ争い。ね、こんな感じです。これで毎日変動するからね、気にして見ていきましょう。続いてね、パリーグ、ね、優勝マジックで11がソフトバンクに点灯しましたけども、どうだろう、優勝ライン。ね、5部で行ったら76勝にね、になるんだね。で、もし全部が勝率が7秒、引き分けが一緒だから7秒は
ソフトバンクとオリックスだと、オリックスの方が勝ち越してるから、で、残り試合、ソフトバンクはオリックスと3試合あるから、まあ、まだここはね、どうなるかわかんないけども、まあ、77勝がないんかな？感じ的にね。そして8勝6敗、ソフトバンクは、まあ、これぐらいでいくかな？もし仮にソフトバンクが8勝6敗、77勝でいけば、オリックスは8勝2敗でいけば、逆転できます。で、西武は残り全勝しても9試合しかないんで、9勝0敗。ってなると、もうソフトバンクが7勝7敗の5分でいかないと追い抜けない。で、楽天はソフトバンクが8勝6敗でいかれると、13勝1敗で、優勝の可能性あります。で、ロッテはもうソフトバンクが8勝6敗でいかれると、残り13試合全勝しても、届かないっていうね。ところで、まあ、ソフトバンク、オリックス、まあこの2チームにね、ちょっと限られたかなと。直接対決がね、3試合あるっていうところで、まあ、そこ山本ね、千賀投げてくるだろうけど、この山本千賀を1勝1敗だとソフトバンク有利。2連勝オリックスができれば、ね、面白い戦い。だから、ソフトバンクオリックスが2ゲーム差だからね。だからこの残り3試合をオリックスはやっぱ全勝しなきゃいけないね。ソフトバンク戦。こうなってくるとオリックスもね、まだ最後のチャンスあるかなっていうね。で、もうそうなってくると、まあ、1位、2位は、ま、よっぽどの大連敗ない限り、まあ、残りね、西武、楽天、オリックスっていうところも可能性あるけども、ソフトバンク、オリックスがもう大連敗しない限り、で、しかも直接対決あるから、どっちが勝つっていうね、ところもあるけども、だからこのね、ソフトバンク、オリックスはね、ロッテ、日本ハム、オリックスはロッテに3試合、日本ハム1試合、ソフトバンクはロッテに5試合、日本ハム1試合、このね、ロッテ、日本ハムがね、お互いのチームの優勝へのキーポイントを握ってんじゃないのかなと。ここでもう負け越すような、もしくは五分で行くようなことがあったら、若干やばいね。で、3位争いで考えると、どうだろうね。72勝ラインで考えると、西武は5勝4敗。で、楽天は8勝6敗。で、ロッテは10勝3敗か。もし、西武が5勝4敗でいけば、ロッテは10勝3敗でいかないといけない。だからやっぱりロッテも3位に向けてはハードル高いね。で、西武がもし5勝4敗でいければ、楽天は、直接対決が、西武と楽天は、楽天の方が勝ってるから、5勝4敗でいければ、楽天は8勝6敗でいいと。でも、この最悪負け方見ると、残り9試合、西武も3勝6敗とかあり得るよね。もし、3勝6敗で西武がいければ、楽天は6勝8敗でいいし、で、ロッテは、そうなってくると、8勝5敗でいかなきゃいけない。だから、もし、西武と楽天が大きく負け越しても、ロッテは大きく勝ち越さなきゃいけないっていうところで、で、まあ、ね、ロッテはソフトバンク、オリックスと8試合残してて、日本ハムに5試合っていうところだからね。だからもうここかかってるね、もう、まあ最低でも残り13試合、8勝してどうかって感じだね。他のチームのね、ところを考えると。で、ロッテはね、今、クライマックスシーズンマジックが13と、まあ西武も9、楽天11。だから楽天が一番、3位に向けてはちょっと数字上有利な状況になってくるね。まだ、ロッテもまだ3位に向けては可能性ある。で、実質的にソフトバンク、オリックス。でも、日本ハム、ロッテとの戦いがキーになります。ということで、どういう展開になるのか。今日のね、楽天、ソフトバンク、これね、楽天が勝っていければロッテにもチャンス出てくるしね。オリックス、日本ハム、どうなるのか。楽しい試合です。まあ、まだまだね、両リーグね、分からない。ヤクルトと DN だけほぼ決まったかなっていう感じです。皆さん、終盤も頑張ってソーチェック見てください。楽しんでいきましょう。